どうもー、かげやんです。今日、ど素人ラーメンということで、今回は日清のちゃんぽんですね。フライパン一つで具材を入れて手軽に調理ということで、日清のちゃんぽん、これ買ってみました。どんなもんかなと思って、ちょっと一回こう試しにこう買ってみようと思って、買ってみました。で、今こう作ってるということで、ちゃんぽんね、ほんでこれね、結構安かったんですね。200円ぐらいやったかな、2人前で200円ぐらいやったんで、結構安くでこう買えて、もうちょっと安かったかな、まあまあそれぐらいやって、ほんで、この価格でどんな味かな、まあまあいいか、まあ一回試してみようかということで、購入して、ほんで今作ってるんですけども、野菜をね、結構多めにというか、それなりに野菜炒めぐらいの量、野菜炒め1人前ぐらいの量の野菜ですね。キャベツ、もやし、で、しいたけ、人参とかね、その辺をこう入れてですね、ほんで、こう炒めていくということです。で、炒めていって、炒めたそのフライパンでですね、そのままそこにこう水をね、こう僕の場合だと丼にこうスープを入れる量ぐらいの量の水をですね、そのフライパンにこう入れるんですね。で、フライパンに入れてですね、ほんで、そのまま温めながらですね、スープも入れると。で、スープと具材が入った状態にして、こうある程度温まったらですね、そこにこれですね、水の量、これぐらいでいいかなと言って、僕の場合はこう水の量を用意してですね、で、こう温めて、そこにこう麺を入れる。で、麺がこうほぐれるまで、まあ2分ぐらいですかね、2分ぐらいかけてこう麺をほぐしたらですね、また器に入れて出来上がりということで、非常にこう簡単な、料理と呼べるようなもんではないですけども、簡単に作れるものになっています。でですね、もう今これ作った後、もう食べた後のこれ収録してるんですけども、正直言ってむっちゃうまかったですね。そのちゃんぽんの味そのまま出てますね。そのお店のちゃんぽんはまあほらもうちょっと違うんでしょうけども、そんなね、そのお店で食べるちゃんぽんの味とそこまで変わらないかなという感じがしましたね。あ、こんな味が出るんやと思って、これはなかなかありですね。正直ちょっとこうちゃんぽん好きな方はね、家で作る場合だったらこれはおすすめですよ。なかなかいい味出てるかなというところで、さすがこう日清ということで、日清が作ったね、まあラーメンになってるかなと思います。で、まあ、具材これもやしとかね、キャベツとか人参とか椎茸とか、そのあたりやったんですけども、この辺をね、もうちょっとこう、例えばこう、この袋のパッケージに書いてある、かまぼことかですね。で、ちょっとこう豚肉を入れるとかですね。こう、細切れの豚肉を入れるとか。あと、乗ってるので、コーンですよね。コーンをこう入れたりとか、よりこう、ちゃんぽんらしくする、工夫をしても、こう、いいかなという感じはしますけども。それなりに、それでね、やっぱ野菜はこうたっぷりめに入れた方が美味しいと思いますね。僕も結構こうたっぷりめに入れて、で結構こうがっつり食った感じがしますんで、お腹もいっぱいになりますし、野菜もたくさん取れるということで、これはなかなかいいんじゃないですかね。なかなかいい感じですね。で、カップラーメン、カップ麺でもですね、1個買うのに100円ぐらいまあかかると思うんで、これやと袋麺でちょっと作るその手間はありますよ、もちろん。手間ありますけど、その手間をかけて、あまりあるこう美味しさがあるんじゃないかなというふうに思います。うん、まあ、簡単にできるし、なかなかいいんじゃないですか。なかなかやるなと思って。これね、もう一つね、日清のやつでこう、もう一種類、あんかけラーメンみたいなのがこう出てたんで、それも一応買いました。で、ちゃんぽんがこの味なんで、あんかけラーメンも結構美味しい味になるんじゃないかなと。
ちょっと期待していいんじゃないかなというふうに思います。まだ作り方何も全然分かってないんで、その時にこう作っていくんですけども。あんかけラーメン、なかなかね、こういうインスタントで作るっていうのはなかなかないんでですね、こう面白いもんやってるなと思って、ちゃんぽんとそのあんかけラーメン。まあ、あんかけラーメンはまた作った時にね、こういう動画撮って、こう上げていきますんで、まだその時に感想を言いますけども、うん、この日清のちゃんぽんに関してはなかなかいいですね。これはまたこう食べたくなったら、買って食べる。んで、結構だから、その、よくある、こう、ちゃんぽんのあのスープの味ですね。ちゃんぽんのスープの味。これがするなぁ、というところであります。だから今日はがっつりとね、昼食べさせてもうて、こう、おいしいもんが食えたなぁ、というふうに、思っております。うん。なかなかこれね、生ラーメンでこう、いろいろ作るの面白いですね。うん、味もなかなかいけますしね、うん、カップ麺とかでもカップ麺はカップ麺のその美味しさあるんですけども、こういう生麺のねこうちょっとねこうグレードを上げたこのラーメン、ちょっとこうおかずをちょっと工夫というまではいかないですけども、それなりにこう野菜を取ったりなんやかんやしたりしてこうね、作って食べるっていうのはなかなかうまいかなというふうな感じですね。ということで、完成しております。これねちょっと、家族の分を作った分をこう、まあ、あと自分の分を作ってということでですね、こういう感じで完成となります。上から見たらこういう感じです。ということで今回はちゃんぽんでした。ありがとうございます。